お世話になっております。藤江と申します。1時間半一生懸命話します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はやはり群馬県民の皆さんが多いんでしょうかね。群馬県民だという方はどれくらいいらっしゃいますか。あ、ほとんどですね。ありがとうございます。ちょっと群馬の話も盛り込んでお話できればと思っております。ちなみに皆さんは、私の YouTube ですとか、何らかの発信を藤江と言いますけど見たことあるという方は今日はどれくらい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、中には知らないという方も当然いらっしゃいますよね。今日はどれくらい来ていらっしゃいますか。ありがとうございます。10名以上はねいらっしゃいますね、はい。今日はですね、人口減少というのが一つ大きなテーマではありますけれども、その中で、人口減少というとやはり少子化とあるいは死亡数、出生数と死亡数の兼ね合いでどんどん減っていくということになるわけですけれども、特にですね、私は少子化が問題だとこれまでも思ってたんですけど、今お伝えしなきゃいけないのは死亡数だということで、そのあたり強みにお伝えしていきたいと思うんですけれども、今日テーマとしては暗くしていただきましょうか。では日本人の謎の大量死、これ群馬県でも起きているんですけれども、一言ではありません。これが非常にもう緊迫した状況であり、原因不明のまま放置されている、これはもういきなりですけど結論になるんですね。でこれはメディアで全く報道されていないから多くの方に知ってほしいという思いで、先ほど司会の方からもあった通り、2年以上前からですね、このかなりここに絞って、死亡者が増えている大変だということに絞って活動しております、はい。まず簡単に自己紹介申し上げますと、藤江正光と言いまして、3年前まで自民党の国会議員の秘書をしておりました。でこの3年間はこういった活動を主にしておりますけれども、YouTube 発信したり、で去年の9月ぐらいからですね、この後もお話ししますけれども、厚生労働大臣の記者会見に、乗り込んでいくような形で、おかしいじゃないですかと大臣に現状をお伝えするということを、質問するということをやっております、はい。議員の秘書は14年間やっておりました。で、ちょっと変わり者だったと我ながら思うんですけど、秘書をしながらですね、国からお給料をもらいながら、当時から人口問題に関するですね、いろいろ海外の少子化対策の事例だとか紹介するという YouTube を発信しておりました。でその後3年ほど前にですね、退職して独立しまして、僕の一番のですねやりたいことといったらこれだったんですね。少子化で千葉県勝浦市というところに住んでますけど、人口がですね1万5000人ぐらいです。市なのにめちゃくちゃ少ないんですよ。でものすごいスピードで進んでいまして、高校があったんですけどなくなっちゃったんですね。これなんとか新しい高校を作る、でもチャンスじゃないかぐらいに思ってまして、新しい高校を作りたいなと思って活動を始めました。それはですね、決して私だけの力ではとてもないんですけど、いろいろな巡り合わせの中で去年の4月に開校ということになりまして、本当はこういった子どもたちの教育だとか、あと少子化問題ということを中心にですね、高校の運営に携わったり教壇に立ったり、少子化問題とか、あるいは高校と同じ理屈で地元に助産院、産婦人科の病院もなくなっちゃったんですね。子供を産む場所がかなり離れたところまで行かないとないというような状況になってしまったので、助産院作りたいななんて私も夢も持ってるんですけど、今はもうこういうの全部止めてですね、これからお伝えすることに振り切って私の時間を使っております、はい。何かというと、日本人の謎の大量死なんです。くどいですけど、これはですね、今日3つに分けてお話ししようかと思うんですけど、まずはちょっとね近づきましょうかね。メディアが報じない謎の大量死が起きている、これだけでも今日は持って帰ってほしいなと思ってます。大変なことが起きてます。そしてではこの謎の大量死と私が呼びますけれども、一体政府、政治、行政の現場でどういった対応をしているのか、しなきゃまずいですよね皆さんね、これが本当だとしたら。そしてその原因についても私なりにここは分析が入りますけれども、お伝えしていきたいと思います、はい。まずは、謎の大量死が起きているということを皆さんと一緒に共有したいと思うんですね。こちらは日本人の死亡数のグラフなんですけれども、横軸が2010年からですね、未来の2030年まであります。で、このオレンジが実際の死亡数ですけど、だいたい2010年120万人ぐらい年間で日本人亡くなってました。
で、だんだんとだんだんと、まあ、階段状に上がっていくんですね。まあ、これは私が謎の大量死と言ってるわけではなくて、日本人は高齢化が進んでますから、まあ、少しずつですね、高齢者が少しずつ増えていきますから、はい、死亡者も増えていく。これは当たり前であります。で、青い線が、水色の線が引かれましたけど、これ何かというと、2017年に厚生労働省の所管のですね、国立社会保障人口問題研究所という、まあ、研究機関が、日本人の死亡数はこんな風に増えてきたし、これからこんな感じで増えるでしょうと予測値を設けたんですね。それを線にしてみました。はい、まあ、基本的には今日出すグラフとか表っていうのはね、自分で作ったものがほとんどになります。これもそうです、私が作ったものですけど、2017年に立てた予測の通り行ったのか見てみましょう。2017年、ほぼ予測通りなくなってますね。2018年、はい、予測通りですね。2019年も予測通り。やはり日本人の、例えば高齢者の数に、ね、死亡率がどれぐらいだとかって計算していけば、大体そんなに大きく外れないんですよね。日本の死亡数分かるわけです、前もって。2020年、この年ですね、今日のメインテーマではないんですけど、不思議なことが起こりまして、高齢者がどんどん増えている日本において、前年より死亡が減るということが起きました。これはコロナ元年です、いわばね。この2020年の1月ぐらいからかなり騒がれ始めたわけですけど、この年パンデミックと言いながら死亡数は減ってるんですよね。じゃあ次の年2021年どうかというと、はい、ここの前年からの差はかなり大きいんですけれども、まあ、増えたようにも見えますし、一方でこの水色の線を基準に考えると、また予測値に戻ったようにも見えますよね。はい、で、私がもう大問題だと申し上げているのが2022年ですけど、皆さんどれぐらいの、当然水色のね、上に行きますけど、どれくらいになると思いますか。こちらです、ね、ざわめいてますけど、あの10万人以上、この推計値から10万人以上突き出てしまったんですね。これまでこんなことなかったじゃないですか。はい、まあ、これは現実の死亡数です。そして今のは年間の死亡数でしたけれども、月ごとに1ヶ月ごとの死亡数を私また打ち込んでグラフにしてみましたね。これは1月から12月の、あの横軸で、縦軸は9万人から17万人になってますけど、だいたい2010年頃ですね、ここは10万人の線ですけど、だいたい毎月10万人前後当時亡くなっていたわけですよ。で、日本人の死亡数の特徴として、寒い時期ですね、12月とか1月で飛び出てますよね、高い位置にありますよね、まあ、寒い時期に亡くなりやすくて、まあ、6月とか今頃ですね、まあ、比較的過ごしやすいということでしょう。死亡数はそんなに増えないという、まあ、V 字、大きな意味でね、 V の字みたいになるんですね。では2011年、どんどん出していきます。はい、2011年、2012年、2013年、皆さんに感じ取ってほしいのは、だんだんと新しい線が上の方に来るよねって。2014、2015、2016、2017、2018、上の方に来ますよね、新しい線がね。2019、紫。はい、2020が青。で、2021が紺色。はい。で、問題としてるのが僕、2022年なんですけど、まず3月まで出します。これもちょっと想像してみてください。ね、2月と3月、3月まで出すんですけれども、基本的に死亡数が多いか少ないかっていうのは、例えば2月であればね、2月であれば、あの他の2月ですね、1月とかと比べるんじゃなくて、他の2月と比べてみてください、ね、どの辺に来るかなって、ね、3月であれば3月のどの辺に来るかなって、はい、2月と3月、1月も含めて出します。こちら、こう始まったんですよ、2022年、謎の大量死です、原因不明ですよ。その後どうなったか、はい、4、5、6、7はですね、まあ、非常に高い位置にはありますけど、2月、3月ほどおかしなことになってません。私はね、まあ、この時から今の活動を始めたんですよ。だから2年以上経つんですが、これをね、知ってほしくて、メディアが全然報道しないから。そして8月またすごかったんですよ。はい、これ一つの線が1万人ですからね、まあ、2万人近く過去最高よりも更新して死亡数が多かったと。はい、で9月、10月、11月もですね、まあ、1万人規模でどんどん死亡が増えて、で12月がこれです。これです。で、この死亡数の
増加を語る上で、まあ、最もですね、あの恐ろしいのが2023年の1月を出します。1月ですからこのラインに来ますけどね、どこに来るか想像してみてください。皆さん初めての方特にこちらです。あ、この点が止まるようになってまして、想像とどうでしょう皆さん。はい、ここです。はい、もうね、もう届かない、とんでもないことが起きました。そして2023年全部出すとこんな感じで、まあ、赤と緑ほぼ重なってますよね。2年連続ですごいことが起きているということで、で今2024年の3月まで厚労省が発表してます。こんな感じですね、はい、引き続き高い位置にあるというわけで、まあ、とんでもない死者激増が起きている。そして特徴的にですね、2022年が特にわかるかと思うんですけど、あの特定の月にすごい月出るということがね起きてる、まあ、そういったことも月ごとに見ていくとわかるわけです。はい、でこのグラフしつこく僕もネットとか講演会とかで使っていましたら、もう1年前ですけどね、国会でも原口一博衆議院議員があの取り上げて使ってくださったりですね、今年の3月に発売されました、大阪市立大学の名誉教授の井上雅也先生の本にもですね、あの藤江グラフという私の名前入りでこういったグラフを掲載させて、いただいております。はい、まあ、ぜひね、このまずは死亡が異常に増えているということを知ってほしいなと思います。はい、ではずっとグラフ絵で伝えてきたんで数字でもお伝えしていきたいと思うんですけど、私2010年からの話が多かったですけど、戦後ですね、戦争終わってから大体80年近く経ちますけど、全ての年間の死亡数調べてみたんですよ。その上でこういう、まあ、ランキングみたいなのを作ってみて、前年ですね、前の年と比べて死亡がどれぐらい増えたかっていう、そういう、まあ、ランキングを作ってみたら、まあ、いわば、まあ、80年近くある中でトップ10に入ってくる死亡の増加数は、まあ、3万人ぐらいですね、前年より死亡が増えるとトップ10に入ってきて、で4万5万だともうトップクラスですね。でしばらくここトップだったのが2011年5万6千人前年より増えたと。2011年何が起きたか、ね、東日本大震災ありましたんで、被害者がね2万人以上と言われておりますけど、その影響が大いにあってか、まあ、しばらく トップだったのを塗り替えたのが2021年で、6万7千人増えたということで、まあ、この表に入ってないのがありますよね。私が大騒ぎしているのは2022年じゃないですか。どれくらい増えたかですけど、2022年は前年と比べた時になんと12万9千増えてんですよ。おかしくないですか、ね、3万人ぐらいでもトップクラスになってくるのに、だってこれ7万人でも8万人でもなく10万人でもなく13万人ぐらい前年より増えちゃってるという数字。しかもですね、2022年は前年と比べるから2021年と比べるんですよ。2021年自体がものすごい死亡数基準がね高かったのに、それをはるかに超える13万人という、まあ、とてつもないことが起きているんです。では今日ね、群馬県の方多いから群馬県の死亡数のグラフも作ってまいりました。どうなっているでしょうか。はい、こちらは2017年からいきたいと思います。月ごとのグラフですね。はい、では2018年、はい、2019年グレー、あ、2020年までね一緒に出ましたね。2021年が紺色、はい、まあ、結構どうですか皆さんね、あのこの過去5年ですね、密集してますよね。はい、じゃあ2022年赤どうでしょう。お、まあ、後半ですかね、8月とか後半すごいですね。でやっぱ全国と同じですよね。2月3月もこれまでになく開いているし、そして2023年が緑で出します。はい、やっぱ1月、ね、全国と同じ傾向が強いですね、群馬は。これ地域によって若干差があるんですよ。2月3月、2022年の2月3月ね、あんま増えてない地域もあったりとかあるんですけど、群馬はまあ全国と非常に似てますね。で2024年が紫、これ結構大丈夫って感じですよね。はい、すごい高いところに1月2月3月とありますけれども、はい、だから、まあ、一つ言えるのは今も続いているということです。過去の話じゃない。2022年から、見方によっては2021年から多かったという言い方もできますけど、もう今もまさに続いてるんですよ。はい、それでは、2022年が私もねメインテーマですし、いろんなデータが揃ってるんで、
どの年代がたくさん亡くなってるんだろうって年代ごとに調べてみたんですね。はい、で結論から言うと高齢者なんですけどね、若い方が極端に多く亡くなってるというよりは、これは、高齢者65歳以上ですね、65歳以上を5歳区切りにして2021年の年代ごとの死亡数と2022年めちゃくちゃ増えた年の死亡数と比べてみて、その差ね、マイナスのところもありますけど、はい、増えているのが90代とかですね、80代の後半とかが特に死亡数増えてますね。パーセンテージで見てもやっぱり特に高齢者の中の超高齢者ですよ、ね、あの60代とか70代の死亡が増えてるというよりは超高齢者85歳以上とかがメインで亡くなってるだっていうことは分かります。でよくこの死亡数が増えてるって話をすると反論としてあるのはですね、あの団塊の世代、今日もねいらっしゃってるかもしれませんけど、昭和22年とか23年とか24年とかそのあたりに生まれた方々が人口が多いから、そういった方がもう平均寿命に近くなってきて亡くなってんじゃないの、だから死亡が増えるのは当たり前じゃないよっていう話をする方いらっしゃるんだけど、それはこれを見てくださいよ。70代ですよね、75前後ですか今その方々ね、70代の半ばのあたり、70代で別に死亡が極端に増えてるわけじゃないですね。圧倒的に超高齢者がたくさん亡くなっているというのは分かります、はい、それから死因も見てみたいと思うんですけど、まあ、これはちょっと一つ注意ですが、この死因というのは厚生労働省細かく見るともう1万種類以上の死因を発表しているんで、まあ、私が気になったものだけピックアップしてますんで、ちょっと私のね気になったところをお伝えするということになります。まずさっきと同じで2021と2022の年間の死亡数死因別に承認してみたんですけど、一番上が悪性新生物がんですね。がんは4000人ぐらい増えてますけど、まあこれ意外かもしれませんが、死亡数が13万人近く全体で増えたのに一番多い死因ってがんなんですよ。だからがんもですね、がんがそこで3万人とか4万人とか増えても全然不思議じゃない気がするんですが、だから全体の死亡の増加に対してがんはまあそれほど増えてないなというふうに思います。ただがんの中で例えばこれは乳房の悪性新生物乳がんですね、がんの、まあ、部位によってはちょっと気になるなと、乳がんは増えてますね、結構顕著に増えていると私は思います。それから循環器系の疾患も2万3000人ぐらい、まあ、心臓周りといいましょうかね、増えていたり増えてますね。その中の心不全もかなり増えてますね、 10% 近く増えてたり、あと誤嚥性肺炎も僕は気になりますね、 13% ぐらい増えていたり、それからねこれ取り上げないわけにはいかないっていうのがもう一番伝えるべきはこれですね、老衰が2万7000人ぐらい1年間で増えちゃって、そんな高齢化一気に進んでませんからね皆さんね、老衰がもうめちゃくちゃ増えて 18% 増えていたり、あとこういう死因があるんですね、これはもう原因不明だと思うんですけど、症状兆候および異常臨床所見異常検査所見で他に分類されないもの、これが15% ぐらい増えていたり、よくわかんない死亡が増えていたり、あと不慮の事故も 13% ぐらい増えたりですね、あと溺死および溺水、まあほぼお風呂で亡くなっちゃったよっていうねケースが多いと思うんですけど、これも 20% ぐらい増えていたり、で最後にこれも触れないわけにはいきませんが、コロナ感染症で3万人ぐらい増えている、まあ、これかなりこの数字見たら大きいですよね。はい、まあちょっと補足しておくと、私はですね、このコロナで亡くなったところされる方々だったからね、本当にコロナが原因で亡くなったかどうかっていうのは、まあ、疑問には思っているんですけれども、要は本当にもう亡くなりそうな方がですね、最後にコロナにかかっちゃって、で検査したらコロナの陽性だから、はいコロナ死ですっていうふうになってる方がね、まあ、相当数含まれてるんじゃないかなと思ってる人間ではありますが、とりあえずそれは置いといて、額面通り受け取ったとして3万人ぐらい増えたとしましょう。そうすると一旦まとめますと、日本の謎の大量死2022年をメインにお話ししてますが、13万人ぐらい前年より死亡が増えました、異常事態です。でじゃあコロナで仮に3万人の死者が増えたとしましょう、じゃああと10万人何よっていう話ですね。コロナよりよっぽど怖い何かがあるんじゃないかと思うんですね。まあ高齢化してるから、じゃあ1万人とか2万人増えるのはこれまで相場だったんで、そこをね考えたとしても、まあ8万人とか9万人よく分かんないよねってなってくるんです。これは2022年ですね。で、先日ですね、2023年の年間の死亡数のグラフはまだお見せしてなかったんですが、先日10日ぐらい前に厚労省が発表しました。
はい、どうなるかっていうと、2023年、ここですね、ここに新しい代々の線がね引かれることになるんですけど、皆さんまた想像してみてください。どうなったと思いますか。2023年、こうなりました。はい、はい、2年連続で、ね、この推計から10万人切り歩で飛び出てるじゃないですか。戻んなかったんですよ。戻ってもいいやじゃないですか。この時減ったけどまた戻ったりってね、増えたけど戻ったりしてもいいじゃないですか。戻んない、10万人規模の死亡の、まあ、謎の大量死と言える部分がですね、2年連続で続いていると、現在進行形であると。でさっきお伝えした通り、まあ、今年の1月から3月までも高い水準にありますからね、まさに今も続いていると。はい、ここまでね、一旦謎の大量死が起きているということをですね、まあ、事実ベースでお話しさせていただきました。そして、まあ、こんなですね、まあ、20万人とか今年も入れるとね、30万人近くの2021年とかも含めると、僕は20万人から30万人規模で謎の大量死が起きていると申し上げているんですけども、じゃあこれね、もう大問題ですから、国やですね、行政が対応しなきゃまずいじゃないですか。どんな感じかというとですね、はい、こちらですけども、まああまりですね、まだそれほど話題にはなってないというのは現状かと思います。政治の現場とか行政の現場で数少ないんですけれども、政治家の対応として、まあ、一つ代表的な事例が2023年の4月ですからね、もう1年以上前ですけど、当時の松野官房長官が記者からの質問に対して、まあ、超過死亡、まあ、とりあえず死亡者がすごい増えてるっていうふうに考えていただければといいと思います。ここまではね、この段階では、はい、後でまた詳しく説明しますけど、死亡者が増えていることについて聞かれました。これは動画でどうぞ。超過死亡の原因について、厚生労働省の研究班においては、新型コロナを直接の原因とした死亡だけでなく、新型コロナの流行による間接的な影響や新型コロナと無関係な死亡も考えられ、それぞれが超過死亡にどの程度影響しているかについては明らかでないとされています。このため、何が超過死亡の決定的な原因かをお答えすることは困難であると認識をしています。詳細は厚生労働省にお尋ねをいただきたいと思います。はい、皆さんどう思いましたでしょうか。ちょっとまとめましょう。松野官房長官は、死亡が増えているということに関して、コロナですね、コロナの直接的影響もあるかもしれないね、コロナでもう亡くなっちゃったと、まあそれもねあるでしょうと、あとコロナの間接的な影響もあるかもしれない。これ例えばおそらくね、まあ、医療逼迫したとか、コロナが流行って病院がコロナ対策にね頑張っちゃって、他の救急の患者さん見れなかったとかあるかもしれないし、あとは、高齢者が家に、まあ、閉じこもっちゃって、そのままねちょっと体弱くしちゃったりだとか、まあ、いろいろあるんじゃないかということですね。それからこれもおっしゃってましたね、コロナと無関係な死亡もあるかもしれないねって。皆さん、これ以外の死因、分かる方いますか？だってコロナかもしれない。コロナの間接的な影響かもしれない。コロナと無関係な死亡で死亡が増えてるかもしれない。当たり前じゃないですか。もう全部言いましたよね。世の中の死因ね。いろんな可能性があって、で、結局、決定的な原因を答えるのは困難。まあ、かっこいい感じの言葉ですけど、簡単に言うと、分かんないってことですね。いろんな理由があるけど分かんないですね。分かんなかったら調べればいいんじゃないかと思うんですけど、調べられてないと思います。で、厚生労働省に聞いてくださいなんてねおっしゃってたから、僕もね、まあ、真に受けたわけじゃないんですけど、厚生労働大臣ですけど武見敬三大臣のもとに私去年の9月行ってまいりまして、この死亡者数が増えてることをね、大臣がどう思ってるのか聞いてきました。これも VTR でどうぞ。フリーの藤江と申します。よろしくお願いします。死亡数の増加について2点お伺いいたします。1点目ですけれども、今月の15日、厚労省が公表しました人口動態統計確定数によりますと、令和4年の死亡数が約157万人と、前年であります令和3年と比べて約13万人も多かったという結果でした。新型コロナ感染症の死亡数は前年比約3万人増、で、また、高齢化による近年の増加、死亡増加数はですね、大体2万人前後は相場ですが、つまりコロナや高齢化では説明できない死亡数の大幅な増加が起きています。
武見大臣はこの死亡数の大幅な増加についてどのようにお考えでしょうか。いや、これ改めてこのご質問伺ってね、あ、これだけのその死亡数の増加が現実に起きてるんだということを改めて確認をさせていただきました。こういうご質問いただいてありがとうございました。で、この死亡数が大幅に増加した原因ですね、これ高齢化というのは当然あります。それからその新型コロナ以外の要因としては、この専門家から新型コロナの流行による間接的な影響、これ例えばその病院での受診を控えるとか、それから生活習慣の変化による持病の悪化、まあ、どちらかというと部屋に引きこもったりして病態が悪化したりするケースですよね。で、こうしたことによるその持病の悪化による死亡というような、こういう原因が大体こう想定されてくるわけです。で、こういう指摘が専門家からなされている。で、人口動態調査の結果から具体的に把握するって実はまだ難しいんです。はい、難しい、原因の把握難しいということですね。ちょっと いろいろ理由はおっしゃっていましたけど、ちょっとまとめると、これも武見大臣、コロナの影響も、ね、あるかもしれないし、あとは新型コロナの流行による間接的な影響、先ほど松野官房長官も、ね、言ってたことですね。病院での受診を控えるとか、生活習慣の変化による持病の悪化とかということですね。で、最終的にはもうこれですね、具体的に把握することは難しいということで、簡単に言うと分かんないと、はい、これでも毛の方がね、すごい亡くなってるのに分かんないんですね。で、なんとですね、この松野官房長官当時と武見大臣の、まあ、似たような答弁でしたけど、これには元ネタがあるということが分かりました。まあ、元ネタがね、あること自体別に悪くないんですが、はい、こういったものですね。ここも厚生労働省所管の研究所です。国立感染症研究所というところがあるんですけど、ここのホームページに超過死亡、まあ、死亡が増えた時の解釈ね、どう考えたらいいのかって書いてて、いろいろ書いたんですね。まあ、コロナで増えたかもしれないねとか、はい、あと武見大臣がまさに言ってたね、コロナ流行による間接的な影響、例えば病院不受診や生活習慣の変化に伴う持病の悪化ってね、武見大臣が言ってたそのものじゃないですか。まあ、こういう、まあ、簡単に言うとコロナかもしれないし、まあ、コロナじゃないかもしれないし、まあ、いろんなね、もうありとあらゆる死亡のね、増えた原因ってあるんじゃないのっていうね、まあ、漠然とした文章があるんですけど、これがですね、なんといつ出されたものかっていうと、こちら2020年の7月にはこれがあったんですよ。皆さん、2020年は別に死亡増えてませんよね。僕が大問題だって言ってるの2022年からなんですけど、なぜか今死亡が増えていて原因なんですかって国の、ね、閣僚とかに聞くと、4年以上前のね、4年近く前のを答えるということで、まあ、当時からすると3年前の見解を、まだ死亡者が増えていない時のただの一般論ですよ。だからこれからもしね、コロナ禍が始まって死亡数がすごい増えたってなった時に、ね、コロナかもしれないし、コロナじゃないかもしれないし、いろんな考えがあるよねっていうね、ただの一般論を未だに述べてるという衝撃の事実ですよ。こんなもんなんですね、国のトップ。はい、で、これは2ヶ月前になりますけれども、私も、まあ、国会の、議員会館の方でですね、超党派 あの国会議員の皆さんのね、議連に私も超過死亡を調べてるから呼んでいただきまして、ちょっと発言の機会いただきまして、厚生労働省の、ね、職員に質問したんですね。超過死亡が異常なことになってから、いつどのような会議が開かれましたか。研究班がとおっしゃいましたが、最近ではいつそれが話し合われたんですか。2年以上前から大変なことになってるんですよ、日本の死亡数が。そうですね、まず4年前の見解言われても困るんです。やってないんであればやってないとおっしゃってください。調査するの把握に関しては、引き続き研究班等を通じてまず分析をしているところでございます。いつやったんですか。最近研究班というものですので、検討会とか日付
何日に会議をやったとかではなくてですね、緊急班という形で分析をしている、そういった、状況でございます。はい、やってないってことは皆さん納得いくでしょうかね。僕はいつやったかってね知りたいんだけど、研究班という班という形でね、なんですかね、みんなが日々頑張ってるんですかね、いつやったとかはないということですけれども、はい、やってないじゃないですか。あるいはやってないと思うんですけど、去年の10月ですね、このさっき超過死亡の見解出していた国立感染症研究所に僕行きまして、この超過死亡のことについて脇田さんという所長がいるんですね、このトップの方、その方とたまたま話せる機会があったから、まあ、ここぞとばかりにですね、どう考えてるんですかっていうのを聞いてみたんですね。そうしたら答えが、トップの答えがですね、死亡が増えてるけど僕は心配してるわけ、どうなってるんですかって。所長は超過死亡今出てないですけどって、死亡がものすごい増えていてね、大丈夫なんて心配してるんですけど、所長はね、それ起きてないよみたいな話されるんですね。これどういったことなのか。あるいはこれも、今年の4月ですね、名古屋大学の名誉教授の小島誠二先生なんですけども、まあ、同じように厚労省にこの超過死亡について聞いたらね、なんと答えたか。今じゃあ60万人の超過死亡が、これって原爆の3回分ですよ。現時点ではどのように考えているのか。最新の数字が4月12日に公表しているところでございますけれども、その公表の中ではですね、超過死亡が全国的に見られているという状況ではないというふうに公表させていただいているところでございます。はい、じゃあ僕は嘘をついてたんでしょうかね。死亡が増えて大変だと言ってるんだけど、厚労省はねとかね、感染症研究所の所長とかはね、問題がないようだけど、どういったことなのかですけれども、まずこの超過死亡という言葉、ちょっとさっき僕さらっと流しちゃいましたけど、これがちょっとややこしくて、まあ、死亡が増えてるっていうか、まず死亡数をですね、予測値を設けるんですよね。まあ、例年の死亡数などから、例えば今年の6月の死亡数という予測値を設けるんですよ。で、それに対して超えた分が超過死亡ということになります。予測に対して増えた分が超過死亡ということになるんですね。はい、まあ、予測があるということがポイントで、はい、で2023年のね3月以降、この緑の3月以降はこの超過死亡数というその予測値を超えた数という定義で言うと、まあ、ほぼゼロで確かに来てるんですね。これ皆さん緑少ないと思いますか？全くぼってね、少ないと僕は思えないけど、超過死亡という基準で言うとゼロ。で、あるいはこれは去年の6月ですけどね、 NHK も超過死亡現在は増加見られずなんてね、こういったものをテレビで見たらね、あ、死亡数増えてるって騒いでる人いたけどね、別に増えてないんだって思っちゃうかもしれません。はい、それでは、まあ、このからくりですね、言いますと、なんでこんな食い違いがあるのかというと、超過死亡のこの予測値の死亡数、どれくらい死亡はね、記録されるだろうという予測だけのグラフというのを私作ってみたんですね。これ4年分一気に出してあります。この2018から2021なんですけど、でちょっと週ごとで見づらいですけど、基本的には1月の第1週から12月の最終週までの1週間ごとに死亡数、予測死亡数というのは発表されています。はい、で、次ですね、2022年の予測が、まあ、高齢化してるから上に来るのはね、予測が増えるのは問題ないんですけど、皆さん赤、2022年はどれくらいのところに線が来るか考えてみてください。こちらです。はい、まあちょっと後半ね離れてるなと思うかもしれないけど、僕はこの2022年の予測であれば、まあ、それほど、ね、おかしいとも思わないです。これぐらいだったらね。問題は2023年なんですけど、皆さんちょっと緑でね線引きますから、どの辺に来るか想像してください。皆さん、この過去4年とね、で2022はこんぐらいだと、2023緑で出します。こちら、おかしいでしょ。特に後半、まあ最初からおかしいけど、これ8月この辺ですけど、だって皆さんこんなに予測値を上げてしまったら、実際の死亡数がものすごい多くても予測通りですとかね、予測ほどではありませんっつって、
超過死亡ゼロになっちゃうわけですよ。予測上げすぎなんですよ、明らかにね。で、2024年もその傾向が紫ですけどね、2月まで出してあります。はい、こんな感じ。超過死亡ずっとゼロ。で、まだ2月までしか分かりません。このね、超過死亡の予測値って予測であれば先に発表してほしいんだけど、なぜかね、3ヶ月ぐらい遅れて発表されるんですよね。実際の死亡数が分かってから発表されるというスケジュールなんですよ。だからそこでね、僕は何かいじってるかどうかは分かんないけども、先に知りたいなと思うわけです。その辺もちょっとね、聞いてみたんですね。この時に。はい。同じ、さっきと同じタイミングですけど、予測の出し方を変えたかどうかもし分かれば。まずは予測の出し方に関しては、はい、それまでの算出式から変えておりません。はい。変えなきゃダメなんです、逆に。2022年があまりに死亡数が多かったので、それを予測に入れてしまったら2023年もものすごく上がってしまうんですね。例えば石川県の1月の死亡数を、震災がありましたよね。なのでそれをもとに来年の1月の死亡数を予測してはいけませんよね。外さないとまずいじゃないですか。2022年とんでもないことになってるんですね、死亡数が。それをそのまま予測値に反映してしまってるから、2023年の予測値が爆上げされてしまって、2023年の死亡数実際にはものすごい多いんだけどもゼロになっているという、こういう理屈であると思います。以上です。変えなきゃダメだと思います。はい、はい、ちょっと複雑だったかもしれませんけど、皆さんこの予測値をですね、このさっきの黄緑の時に出し方をね、いじくってんじゃないかと思ったかもしれませんけど、まあ、いじくってないですという厚労省の答えでした。で、この予測値どうやって出してるかというと、過去5年のですね、実際の死亡数を見て決めてますというのが基本的なスタンスなんですよ。その出し方すごい問題があって、2023年の予測値に2022年のとんでもない死亡数のね、記録が反映されて予測が跳ね上がっちゃうんですよね。で、じゃあ2022と2023ものすごい死亡が2年連続で増えてるから、また2024年の予測もじゃあそんなことして跳ね上がっちゃうでしょ。で、実際の死亡数ものすごい多いです。でも予測が上がってるから超過死亡ゼロですね。今後ずっとゼロでいきますよ、こんなやり方してたらね。もう本当おかしなやり方をしてます。はい、これはね、政府の対応と。要は何もやってないし、対策とか研究何もやってないし、やってないどころかもう超過死亡ありませんっていうね、そんな言い方を国民に対して言ってくる。これが起きてるんですよ。恐ろしくないですか。で、じゃあね、もう自分で調べるしかないということで、私なりに調べたことをお伝えしていきたいと思うんですけれども、はい、この死亡数のグラフの中で私まず気になったのがここですね。この赤、2022年のこの2月と3月がもうめちゃくちゃ増えた。この時から僕ね、こういった死亡増えてる大変だということを言ってるんですけれども、ここに何かヒントがあるのかなと思ったんですね。で、ここをもっと細かく見ようということで分析をしてみました。はい、2月と3月というね、月で見るんじゃなくて1週間単位で見てみようとしたんですよ。どう見るかですけど、このまたグラフは、1月から4月までの4ヶ月間の横軸で1週間ごとのグラフです。で、このピンクが問題だった2月と3月、死者激増が起きた、時なんですけど、で、点を打つんですね。はい。これ、まあ、2月の第1週ですよ。この点何かというと、まあ、2000人ぐらいですね。この2月の第1週、前年、だから2021年の2月の第1週と比べた時にですね、2000人ぐらい、この1週間で死亡増えてたんだねって調べたんですね。次の週、2月の第2週同士を比べたら、またちょっと増えて3000人近かったんだ。ということで、まあ、この点を打っていくんですね。前年の同じ週と比べて点を打っていって、で、1000にしたら、あれでと、山だなって思ったんですよ。これ、1週間ごとに見てみないと分かんなくて、だって、ね、こう、死亡数が増えてるね、この期間に、この一直線上にコンスタントに死亡が増えてるかもしれないじゃないですか。あるいは、もう、規則性がない感じでね、ジグザグとかね。ランダムな感じかもしれないけど、あ、結構綺麗な山になってんだなと思って、山を作るもの何かなと思ったら、ここでがね出てくるわけですけれども、これはデジタル庁のホームページにあるグラフなんですが、これは2021年の6月ぐらいから始まって1回目と2回目のセットでありましたよね。で、3回目がですね、ちょうど2022年の2月3月ですね。もう山をちょうど作っていた時期なんですよ。じゃあちょっとさっきのグラフにですね、このグラフに
今度赤で出しますけど、3回目の1週間ごとにね、日本人が何人打ったかっていうのを出せますんで、やってみました。さっきの青い折れ線はそのままで、赤い棒グラフで回数をね重ねてみました。どうなるか、こちらどうですか皆さん。これ発見でしょ。赤、青はさっきと同じね、赤ね、どん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 増えていくわけですよ。でこれだいたい2月の終わり3月の頭にピーク迎えます。どんどん落ち着いていく。なんかね、青と赤やたら似てるなと思うんですけど、皆さんはどう思いますでしょうか。